まあ、デコグループはですね、2021年から2025年に向けて新しい中期経営計画をローンチするにあたって、人材躍動化を通じて社会を変えるというビジョンを掲げました。でこれはまさに SDGs とですね、もう完全に一致をしていると考えています。私たちはですね、この中期経営計画を考えるときに企業としての存在意義というのを見直しました。アデコグループ世界60カ国でですね、活動するにあたって Making the future work for everyone というこういったビジョンを掲げているんですね。パーパスですね。やはり一人一人のための未来を作っていくということは、その社会が抱える課題を解決することなしに企業として存在の意義がないというふうに私たちは考えたんですね。何をして繁栄していくのかということを考えたときに、それは社会が抱える課題に対して誰よりも先に取り組み、誰よりも先に解決策をお示しすることで、私たちとして企業としても反映をしていきたいというふうに考えたんですね。その際に人材企業としてですね、総合 HR カンパニーとして考えたのが人材躍動化です。じゃあ気候変動に人材の観点がどういうふうに、参画できるかというところでは、気候に対してインパクトが重い産業における技術革新をサポートしていくためのエンジニアリングソリューションであったり、またはこの気候に対して、環境に対してですね、インパクトが比較的大きい産業から、軽い産業に移られたいと思われる方、この人材の方の、トランジションですね、キャリアトランジションをサポートするといったことも行っていくということは、グローバルでまさに取り組んでおります。では日本でおいてというところなんですが、まさに我々は人材躍動化というものを訴えるにあたってですね、一人一人の人材、私たち触れ合う皆さんに対してこのビジョンというものをお伺いしています。特に日本社会においてはまだこのビジョンということを考えたことなかったという方結構たくさんいらっしゃると思うんですね。で躍動化ということを言われてもなかなかピンとこないという方もいらっしゃるかと思うんですが、このビジョンについてその言葉をまるまる投げるのではなくですね、その構成要請にこう分解をした上でお尋ねをすることで、そのビジョンを共に見出していくと、このプロセスを歩ませさせていただいております。ここに対する取り組みはですね、日々幅広い分野において幅広い流度で展開をしているといったことになります、ね、実は SDGs の8番の詳細項目5番にですね、働きがいのある人間らしい仕事という記述があるんですね。おそらく人権が守られた環境の中で日本の方働いていること多いと思うんですけれども、働きがいのある仕事をしてますかという問いに対して日本の方々どのくらいの方が、はい私はその仕事をしてますと言うでしょうかということを私たちも考えました。やはり仕事をしなきゃいけないというところからしたいと変えていくとなった時には、一人一人が何を達成していきたいのか、自分の人生を通してこのビジョンを持つということが非常に大切だと思っています。だからこそやっぱり企業としてですね、この生き方をまずお訴えをしていくと、ビジョンという原動力をもたらしながら、そのビジョンを実現するためにスキルを身につけ働くことができ、そして組織としてもそういったビジョンを持つ人がまさに躍動できるような環境になっていくということをお支えしたいと、これはまさにですね、私たちは企業として存在するということが社会課題の解決につながる、すなわち SDGs につながっているんだということだと思います。